自分が働いてお金を稼ぐってことは結構一生懸命やってたりするんですけどね、私はそれとは全く真逆のお金に働いてもらって増えてもらうっていうね、そんなことを教えてたりするわけなんですね。今日のね、まあちょっとタイトルに新しい地球の生き方、未来は奇跡に満ちているっていうね言葉が書いてあったんですよね。どんな奇跡が起きてくるんでしょうね。ちょっとその新しい地球の生き方についてね、あやこさんに教えてもらいたいなと思うんですけど。つまりね、奇跡は本当の自分につながっていれば奇跡は自然に起きてくるものなんですね。でも私たちは自分と分離して波動を下げて地球を楽しんできたので、自分とつながった時は物事はスムーズになるんですけど、離れてしまうとその分離したところから出てくるフィルターが感情でネガティブな、できないとかやれないとか、そういったものなんですね、うんうん、でこれを通して現実を作り出してしまうので、うんうんうん、現実はいつだって変えられるんですけど、これを映画館のほら映写室と同じ、カシャッと入れたものが映し出されて、でこの周波数を外せば映画館のスクリーンは白くなるじゃないですか、周波数を入れない限り。それと同じことで自分の現実を作り出しているので、新しい生き方っていうのは自分に戻っていく生き方、それはね、例えば思った通りになってなかった現実を見るとがっかりしたりするじゃないですか。これは今までの古い生き方で、現実によって一喜一憂の生き方なんです、はい、つまり映し出した現実を一喜一憂に使うんです。わかります、はい、思った通りだともうすごく湧いたりね、だけどこの新しい生き方は意識の使い方が真逆になって、自分の映し出す現実を使って戻っていくんですけど、例えばがっかりするような現実を映し出したとする、そうするとその現実を感じるのに使うんじゃなくて、うんうん、何を自分は映写室に入れたのか、どんな周波数を地球で使って持っているのかを取るのに自分の現実を使うわけです。わかります、うんうん、なるほど、自分をモニターするって感じですかね。そうです、モニターして映し出した現実が、例えばすごくいい現実がいいと思ってるかもしれないけど、そうじゃなくて、本当になんか持ってる使ってきた周波数を見つけることが大事、見つかったら手放せます、うん、そうですよね、そう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 。だから現実が思う通りにならなかった時にネガティブの感情だと思うかもしれないけど、そうじゃなくて現実を使って自分がどんな周波数を持っているか捉えるのに使って、そしてこの周波数を本当の統合していくんです。なるほどね、統合していくのが目が覚まるんですね。そうなんです、使わなくなるってことです。自分が感じている感情を現実とくっつけて体験していく生き方は今までの地球の生き方、人のせい、物のせい、これによってこんな思いをしている、そこからシフトして自分自身ももちろん許可するんですけども、戻っていく生き方になっていく、このがっかり感っていう周波数、これを見つけるために私はこの現実を、うんうん、なるほどね、うん、わかります。わかります。この周波数は何度も使ってきたなって思う、分かった時は感動しますよ。じゃあこれ外せるんだって、もうそれ感動しますよ。たくさん分離してき波動を下げているので、一本の線が消えるとあなたにつながって波動は上がる。そしてまた現実を映し出して何を持っているか使っていく。これが目を覚ましていく生き方で、そして当然ですけどね。うん。奇跡は普通に起き始めます。なぜ？あ、奇跡が普通に起きる。おお、すごいですね。なぜなら、もう力を自分に戻して操縦席に座って自分が主人公で、うん、現実や人に振り回すことない、うんうん。なるほどね。自分自身が持ってる、使ってきたものを見つけるために使って捉えて、それを手放すわけでしょ。うんうん、本当に力が自分にあるのが分かるし、で繋がった、うん、繋がるほど、さっき言ったように。あ、これはその全然外に意識を向けて見えなかったけど、つながっていくと意識って自分の方に戻ってくるので、自分のとのコネクション、つまり無限の可能性の意識があることと、そこに向かっていってるんだっていうことを本人が
分かるようになるんです。なるほどね。この意識を使って地球を生きれるんだって分かってきます、うんうん、そうすると結局私たちの元々の意識って宇宙意識って私は最初呼んだんですけど、うんうん、分離してない意識で、うん、ものすごい調和に満ちた平和な意識で何でも簡単に起こせるってことを知ってる意識なんですよ。だからその意識を使った行動やその意識を使った発想をね、ひらめき、それからビジョンですね、そういうものを行動し始めると結局分離してない意識を使うと法則を使わないので、どうして簡単にあっという間にそんなことができたんですかって人は言うんです。なぜなら、自分が分離した意識を使っている時にはできない、やれないみたいな、はいはいはい、どうしてやってるから、もう時間がかかったり労力がかかったりする生き方でした。わかります？今までの。だけど自分につながってきて本来の自分の本当に自由な分離してない高い意識に復活が始まると、その意識で法則を使わないで、あの難しさも困難さも使わずに発想、つまりひらめきに行動して、ビジョンも行動して生きるので、昔ねバシャールがね、うん、目を覚まして生きるとね、一番いい配置に人や物が寄ってくるっていう言葉があったと思うんですけど、うんうんうん、実際そう、つまりね、邪魔してるのは自分だけなんです。ああ、なるほど、それはよくわかる。本当に、本当に、自分につながるともう豊かな、豊かな意識だってわかる。ほら、私たちってさ、外の現実で、こうすごくいいことが起きるとなんかこう力を感じたり安心感を感じたり幸せを感じたりしてたじゃないですか。でも統合が進むと中が豊かに、中が幸せに、 そうですね、そうするとこっちが先で現実って後に映し出したものだから、うんうん、ここで変わっていくのは当たり前ですよね。そうですね、うん、私のクラスに来た人がよく言うんだけど、現実がどんどん良くなってくるんです。それはそうですよね。自分が邪魔してたものを手放していくわけだから、現実が良くなるのは当たり前なんだけど、その先があるわけですよ、うん、もっともっと本当の自分を生きれる、うん、何万年に一度という地球のこの意識の大変革なんですよ、うんうん、自分のことを知っていく、自分の本当の自分に触れていく、本当の自分を復活させる、うん、エクスタシー、あ、いいですね。本当に、ね、本当の自分に恋をしてるね、魅了されてね、そして自分を表現してね、全部宇宙意識とつながってね、制限のない発想で、そうですそうです、ね、発想が全然変わります、うんうん、本当に降ってくるインスピレーションも変わるし、ほら犯さないもん誰も。だって調和に満ちた意識に戻るから、自分のひらめきとかビジョンとか起きるときに誰かを邪魔したりするようなところでやるわけではないから、それよりもさっき言ったようにその生き方をすることで、やっぱりその人から出るエネルギーがあのやっぱりこう軽やかで簡単なエネルギーになってくるので、あ、そういう生き方をしたいっていう招待状をこうやって出して、望めば選べばその自分に戻っていくツールって生まれてるんですよっていうことを伝えてあげられる。なるほどね。やっぱりね、結局今言われたね、あやこさんが何かあった時にこれが問題だって、うん、それがね自分が映し出す鏡になっていて、それを、まあ、自分のパターンというのかな、そういうのを発見して、それ気づきがもたらすならそれを手放すことがサレンダーでね、でそれによって本来の自分の力が戻ってくる、ね、制限されたものが手放されて自分がその部分できるっていう力が自分の中に戻ってきて、そういう自分とつながっていってね、またそれを表現していくってね、いい話だなと思って聞いてたんですね。まさに進化の過程だね。ありますよ、操縦席に座ったのが分かるし、うんうん、現実が何が起きても本当に軸がぶれなくなりますから、うんうん、あ、大丈夫、私が持ってたこれを見つけるためにこれを映し出したから、力を与えずにそうなんだっていうことをこっちに意識を使ってそれを捉えて手放すのを使ったら、再びまたそれがなくなって、あの自分につながって波動が上がるから、そうするとね、
視界が変わって、ほらパラレルワールドってあるじゃない、はい、うん、そうすると波動が変わると、波動が上がったりすると、その波動で存在するパラレルなところに移行するっていうのは本当で、そうするとその波動になった自分のバージョンで新しい現実を結晶化するわけですね、うんうんうん、そうすると当然だけど現実は変わってるのも映し出します、うん、だってその周波数を使ってない、手放した、うんうん、そうやって奇跡のような体験をいっぱいしていくんです。あ、どんな奇跡があるんですか？それはだから映し出す現実があれだけ悩んでたのに、あれだけどうしようもないと思ってたものが、私はこれを映し出したのは自分が目覚めるために映し出したんだという、新しい現実をまるでその事柄が今まで あったのかなというぐらい溶けてしまっているのを体験します。つまりすごい時間もかからない、だってそんなこと起きるわけがないことが起きていくんです。簡単に、わかります？だから3次元の今までの生き方から見れば、普通は時間かけて、普通は労力もいって、普通はこれだけのことをやるにはっていう、全くそういうのを通らなくなる、そういう高さの意識を使い出したら、そりゃこう簡単にいろんなものを変えていくのは奇跡に見えますよね。なるほど。今のね話が、うん、からするとね、悩みが深ければ深いほどすごく高いエネルギーが戻ってきますね。それが、それを手放すことを選べばね。手放せれば、そう、いや、ね、手放すことをその人が選ぶことが大事だって、主人公ですから、うんうん、一人一人が、そうだってね、眠ってることが悪いことじゃなくて、うんうん、私たち地球をやっぱり体験したくてやってきてるので、うん、やっぱ臨場感を持って不安を感じてたとしても、それが悪いことじゃない。だからこういうふうな電波を出すのは招待状であって、受け取る受け取らないは自由だし、その人が主人公なんで、あ、この味わい方は私はエクスタシーなんだって言ったら、それを選んでもいいし、手放すことを選んでもいいんです。なるほど、うん、手放し、どんな人生も選ぶことができると。いきます。本当に、ね、だって力は自分にあるから。これはね、今聞いてる皆さんにすごく朗報ですよ。どんなに悩んでいても、どんな人生であったとしても、自分の人生は選ぶことができるって、選択肢があるってことですよね。もちろんです。いや、素晴らしいことですよ、それは。力は自分にある。だって今までだって選んだものしか体験してませんよ。うんうんうん、選び変えることは毎瞬できます。過去がね、こうだったから今がこうだっていうのもイリュージョンです。幻想ね。幻想。今あなたが、あ、私はこの時を迎えるため、これを体験、このフェスティバルを体験しに来たんだ、そうだそうだ、すごく深く眠ったのも楽しかったけど、本来の自分を復活させて、もう自由な意識に戻って、この豊かな豊かな地球で映し出したい現実を映し出していこうって、そう思ったら、うん、その選択することもできるんですよ、その生き方を。素晴らしいですね。いやね、あやこさんね、はい、本当僕やっぱり刹那の時に何を選ぶかってすごく大切だと思うんですね。特に今ね、女性が輝ける時代に変わってきてるんですけど、ただね、社会的に見るとやっぱり、力のない部分にプレッシャーがかかってね、シングルマザーだとかね、その子供を持った女性たちとかがね、結構若い人の女性の自殺者が増えてるんですね。で、自殺する人ってその刹那はその自殺することしか思い浮かばないんですよ。でもね、そんなことはない。必ず選択肢があると僕は思っていて、その選択肢がね、思い浮かばないだけなんですね。そうです。今の言葉はね、すごくね、皆さんを勇気づけると思うんですよね。どんな時でも選択肢はあるんだっていうことだからね。本当にそうです。ただ自分と分離しすぎて見えなくなっているだけ。そう。あなたが自分をサポートしてあげよう、自分をもう取り戻してあげようという意思をこう 100% 選んであげれば、必ずそういう情報に出会うし、そして本当の自分に戻っていく、そういうその道が必ず開きます。うん、いや、それでね、勇気づけられる人は多いと思いますよ、本当に。みんな一生懸命やってるんですよ。一生懸命やってるけど、一生懸命やるがやればやるほど、周りが見えなくて、
その次のステージに行けないって悩んでるんですよね。そうなんです。私、よくね、この絵を使うんですけれどもね、見えます。で、これが、自分で、これが、周波数をカシャって、映写室に出て、映画館みたいな感じ。それを映し出したのが現実のスクリーン。で、本来私たちはこの宇宙意識と一体だったのが、地球体験自体から、フォーカスを現実、物質次元の方にして、どんどん歩いていったんです。フォーカスを強く強く現実の方に。そうすると視野がだんだんこう狭くなって、可能性が消え、ほら、本当の自分をすっかり忘れていくわけです。わかります？なるほど、なるほど。だから、後ろの方に本当の自分っていうのはあるんだけども、それをどんどん忘れないと、この3次元の現実を臨場感を持って体験したかったから。だから忘れることを選んで、どん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 行くわけです。そうするともう、見えるものが、もう目の前に現実がこんな風に来てるように感じて、自分ではどうしようもないって、もうすっかり力がないように感じるんです。で、今さっき話していた投稿っていうのをね、自分の中を一つにするっていうのは、もちろんその人が主人公だから、その人が選んでいくんですよ。この体験も、ただ単に私たちは体験したくて体験してます。ただ、それを忘れてるだけ。でも、あなたの中に灯った、本来の自分の光が、炎が、自分がもうそれを孵化させてあげようと思ったら、自分が映し出してる、現実に使ってる周波数ってあるじゃないですか。だからもう、ニッチもサッチもどっちもいかないっていう、こう、感じてるものってあるじゃないですか、現実。この周波数を手放していけますね。そっと選んでいくんですね。それで、ここに戻って、ここで統合ができるんですね。だから、結局、外を使った意識が戻るので、少し現実に隙間が空く。そして、また統合すると、また現実に隙間が空く。戻っていくから。そうすると、だんだん分かってくるんです。あれだけ現実はどうしようもないと思ってたのに、隙間が空いて、あれ、もしかしたら、私、この周波数で映し出してるのかなって思い出したりするんです。その時の感動はすごいですよ、みんな。そうです。だから、もうどんな現実を作っていても、映し出していても、完全な意識で今でも周波数を選んで映し出してるから、力は自分にあるから、あなたがもう戻ろう。平和な、調和な、圧倒的に無条件の愛の、あの懐かしい意識に戻ろうっていうことを選んであげると、そういう情報に出会えるし、それを許し始めますよ。なるほど。いいですね。素晴らしい。皆さんいかがでしたでしょうか。もしね、気に入っていただけたら、ぜひ、下のところからチャンネル登録をよろしくお願いします。